あとは1937年の南京で何があったかご存知ですか？大虐殺だろ、日本軍の。それも今度の訓練で教えられた。そうですか。私はあの時南京にいたんですよ。 YMCA の職員でした。そしてあの暴虐一部始終を体験し目撃した。12月12日とうとう日本軍が南京城に突入した。そしてあの虐殺が始まった。私たちを米人は国際難民区委員会を作り救済活動に当たった。そして私は日本軍の暴虐をできるだけキャメラに収めようと駆け回った。勤めていた YMCA が日本軍に焼かれたので私たちは安全区として難民を収容していた金曜女子分離学院に寝泊まりしていた。パパ、パパ、パパ、市長吗？去什么去了？美兰，美兰被让他们抓走了。美兰，哎，谁抓走了？啊，让日本兵抓走了。什么时候？今天中午，日本兵说是来抓便衣，硬是闯了进来。只有美兰吗？还有谁？还有牛花，后来银花一个人回来了，被他们糟蹋了三次，太惨了。可是美兰到现在还没有回来啊。林花，美兰，阿克拉，先别待了，阿克拉一走都不见了的。なんだよ貴様、うん、あの祖国の顔を私は今でも忘れない。憲兵はその祖国の前で直立不動の姿勢をとった。将校が私を見つめ預けるように笑った。何だお前ら、出ない。違う、おい出たぜこら。出ない、あそこです。あとは見ない方がいいです。焼けただれています。昨夜遅くここから火が出た。付近の住民たちが消し止めたんですが、中からこの遺体が発見されました。死体を運んで焼いてしまおうとしたんでしょう。あなたにこんなことを言うのは残酷なことですが、発見された時陰部にはコッパが突っ込まれていました。臨艦された後殴り殺しになったのかもしれません。